初手中段に行った4番古川が前を叩いていきます。後ろから抑えていった3番松岡引いて4番手、前受けだった7番川村もその4番手の外まで巻き返していきまして、そのままかましていきますが、4番古川が一気にペースを上げて、おっと1番の前田が落車しています。7番の川村の後ろ誰もいなくなりました。残りは1周です。その川村が前に立って、その後ろ2番手3番の松岡が続いていく、5番の坂本龍馬が3番手、6番の平田徹が4番手、5番手2番の中川、4番の古川は交代気味、9番の坂上ちょっと車体故障のような感じ、4コーナーから最後の直線、7番の川村、3番の松岡、5番の坂本も伸びている。